スを炒めてビストロドゥを混ぜるだけでもう完成。さてどんな、うん、いいパンあったよ。でかした。何でもない日をちょっといい日にビストロドゥ。さてさてビストロドゥですか。まずはナスをひき肉とさっと炒めて、お次はビストロドゥ。手早く混ぜるともう完成。どれどれどんなお味が、うん、いいパンあったよ。でかした。ビストロドゥ新発売。なんでもない日をちょっといい日に、イートウェルリブエル。さてさてビストロドゥですか。まずはナスをひき肉とさっと炒めて、お次はビストロドゥ。手早く混ぜるともう完成。どれどれどんなお味が、うん、いいパンあったよ。でかした。ビストロドゥ新発売。なんでもない日をちょっといい日に、イートウェルリブエル。はい、新垣さんです。はい、よろしくお願いします。ありがとう。さらに悶絶してみれば。皆さんこんにちは、新垣結衣です。この度お家で楽しくビストロ気分を味わえる味の素ビストロドゥの CM に出演することになりました。私がビストロドゥで美味しい洋風料理に挑戦していますので、美味しそうと思った方はぜひビストロドゥを買って作ってみてください。きっと食卓が華やぐと思います。新垣結衣でした。皆さんこんにちは、新垣結衣です。味の素さんの商品はやっぱり日常的にとても私もお世話になっていますし、今回このビストロドゥのキャッチコピーとして何でもない日をちょっといい日にっていうキャッチコピーがなんかとっても素敵だなって思って、はい、そのコンセプトを今回 CM 撮影するのもとても楽しみにしていました。本当に美味しかったです撮影でちょっとなんかこうつまみ食い程度しか食べれなかったのが悔しいぐらい、撮影の合間にもスタッフの皆さんとこうさらにアレンジを考えたりなんかして、とても、はい、楽しいひとときでした。ナスのボローニャ風ですかね。鶏のブラウンソースは想像していたよりもこう濃厚なコクはあるんですけどさっぱりしていたので、これもいくらでも食べられそうだなと思ったし、こっちもなんか本当にご飯でもパンでも合う、本当にいくらでも食べられそうだなって思いました。コツ、でもまさにこちらの商品がこれから世の中に出ていったら、コツも何も
もういつでもそういうちょっといい日にしたいなっていう気持ちになったら手に取っていただけたら、あのとてもいいおうち時間になるのではないかなと思います。ちょっと遅く帰ってきて、料理をご飯を作る時間があまりないとか、忙しい時とか、ちょっと気合が入らない時とかに助けてもらって、で食べていい気分になれたら、次の日も頑張れるのではないでしょうか。なんでしょうね、洋食といえば、あとはクリーム煮とかもありますし、バジル、ジェノベーゼとかもありますし、あとこれはボローニャ風ですけど、あとトマト煮込み的なものもありますし、何でもできますね。全部楽しみにしてます。